はい、皆さんこんばんは。公認会計士の小山です。今日もですね、会計が楽しくなる会計士シリーズというテーマで動画を収録していきたいと思います。今日のテーマなんですけど、株式会社の歴史というテーマで動画を収録していきたいと思います。で、株式会社ってね、今では当たり前のように皆さん使っているし見聞きすると思うんですけども、今日はその歴史ですね、そもそもどうやって立ち上がったのっていう、今日はせっかく僕のエンタメチャンネルなので、世界史ですね、株式会社の世界史と株式会社の日本史、それぞれね、今日はね発表したいなと思います。会社ができたルーツとかって知ると、なんか自分がね会社経営する時もなんかその感慨深いでしょうし、今ね簿記とか会計やってる人からしても、当たり前のようにね決算書とか出てきてますけど、それいろいろね歴史があって、当然必要に迫られて作られたという経緯がありますから、その Y の部分が分かるとですね、やっぱりその勉強してて楽しいと思うんですね。なんで今日はそういったきっかけになるような動画になればなと思って収録していきたいと思います。で、まず今日もねいつも通り3つのラインナップでお話ししていきたいんですけど、まず株式会社と言いましたけど、カンパニーと言われますよね。なので株式会社の語源由来っていうのを1つ目に話します。で、次2つ目が、株式会社の世界史ですね、世界史で、3つ目が、株式会社の日本史という、この3本立てでお話を進めたいと思います。いろいろね歴史シリーズはどうしても諸説あったりする部分もありますから、一概にこれが正解ですというつもりもなくて、諸説あるので僕も調べながらやってるところがありますから、そこはご了承くださいと前置きをした上で、1つ目から解説したいと思います。まず株式会社の由来ですね、語源ですね。株式会社って英語で言うとカンパニーって言いますよね。で、これは結構有名なお話なんですけど、元々の語源由来はですね、中世イタリアでコンパーニアと呼ばれていたみたいです。コンパーニアですね、コンパーニア、コンパーニア、カンパニー、カンパニーでみたいな感じで、よくある呼び名の進化みたいなのあると思うんですけど、そんな形で、経緯がありますと。で、まさしくこれが何かというと、イタリア語で数人で一緒にという意味が込められているみたいです。で、コンパーニアをさらに分解するとですね、まずコムですね、 COM が一緒にと、で、パンっていうのがパンですよね、パンを食べる人たちなので、コン、パンで複数人でパンを食べる人たち、それがよく日本で言うと同じ釜の飯を食うというか、同じ志を持った人たちみたいなイメージだと思うんですけど、そういったのが語源とありまして、コンパニーで、つまり一緒にパンを分かち合う仲間というのが語源みたいですね。なんかいいですよね、友情枠というか、なんか青春ドラマみたいな感じでいいと思うんですけど、それが語源にありますと。これが転じてですね、今僕らがカンパニー、カンパニーって言ってますけど、カンパニーで、まさしくイコール会社はもともとパンを一緒に食べるような仲間だというところで、語源がありますと。はい。で、次、2本目は、株式会社のルーツ、世界史編ですね、世界史編。どうしてもね、日本の株式会社の設立当然ありますけど、やっぱり世界が、先にあります。なので世界史をまず学んで、次日本史ですね、学んでいっていただけたらなと思います。で、結構株式会社の世界史っていうと結構有名で、まずズバリ、世界で一番初めに、株式会社と言われているのが東インド会社です。東インド会社。これ VOC と言われたりもするんですけども、ここら辺結構ワードだけ聞いた方が多いんじゃないかなと思います。で、さらにですね、言うと、東インド会社もイギリス東インド会社とオランダ東インド会社と、これ両者同じインド会社ってあるんですけども、正確に言うとさらにオランダ東インド会社っていうのが、もう初代の株式会社と言われております。そこら辺をね今日はちょっと解説していきたいなと思います。で、もともとですね、中世ヨーロッパで株式会社の制度っていうのは作られたんですけど、イタリアでまずですね、貿易業だったり、会計だったり、そういったのが栄えてましたと。ただ16世紀に入ると、そのイタリアがだんだん弱体化していきますと。大きな原因っていうのが、人口が増えて、一方でね食料が少なくなって、貿易に頼らないと自分たちで食べていけないという風になっていきました。で、そこでですね、イタリアっていうのは自分たちの食料を輸入に頼るようになったんですけども、ここでですね、いろいろ貿易を担ったっていうのがオランダ商人だと言われております。で、オランダ商人はですね、そこで貿易業をどんどん自分たちが独占していくために組織化していったと。で、それを世界で初めて株式会社したのが、オランダの東インド会社と言われております。で、もうちょっと経緯をたどるとですね、先ほど言った通りイギリスの東インド会社もすでにあったんですけども、今でいう株式会社制度とは言えない制度だったので、公式認定はされてないようなイメージです。で、オランダが世界で初めての株式会社と言われたゆえんがですね、これ1602年に設立されてるんですが、経緯を話すとですね、そういった貿易、要は東インドですね、に例えば香辛料だったり、そういった食料を貿易しに行って、自国に持って帰ってきて売ると。当然ですけど、仕入れて売るという輸入ビジネスなので、それでビジネスしようぜと。で、当然ですけど、海を渡りますので、自分たちの自己資金だけではいけないというジレンマがありました。そこで初めて、その会計のルーツなんですけども、1602年ですね、オランダでできた株式会社っていうのは、今までだったら親族とか仲間から出資をしてもらって、そのお金で船をこしらえたり、もっと言うと船員ですよね、船員をこしらえたりで、その
航海してる間の食料だったりで帰ってきたら、まあ、レベニューシェアじゃないですけどみんなで分配してたんだけど、それだけでは当然規模が大きくなってきて足りないというところで初めてですね見知らぬ株主が登場しましたと。でそこで資金を入れてもらって株主になってもらって、でそれで、もう同じリスクを背負ってもし船が沈没しちゃったらみんなでお金入れたお金の範囲内で、もう責任を負うと、もうそれはパーだと。ただ、まあ帰ってきたら、まあ、無事ね帰ってきたら膨大な利益生まれますから、そうなれば配当として配るとみんなで分け合うというのがもともとね株式会社ができる大航海時代といいますか貿易が栄えましたと。で話を戻すと東インド会社のイギリスバージョンはどうなってたかっていうと、それがですね単年度のプロジェクトだったんですね。まあ1回限りです。この船を1回東インドに貿易させるためにみんな出資を募りますと。でそれがうまくいったらみんなで分け合いますと。でポシャったら当然それはね出資した範囲内でみんなもう帰ってきません、泣いてくださいという形になってたんですが、オランダの東インド会社が初めて株式会社と認められた理由が、それね単発プロジェクトではなくて永続することをまあ前提としている。これがよくね僕らの今の会計では前提になるんですけども、もうこれ継続することが前提としてたので、これが株式会社と言われる理由のうちの一つで、3つあるんですけど、さらに2つっていうのが、もう1つがですね、今まではねイギリスのね東インド会社はどうなったかっていうと、みんなでお金を出し合ってまあ貿易をしに行きましたと。で万が一ポシャった場合は追加出資を募ることもありました。当然ですけど、そのね船の負った負債とかもそのみんな株主で負担すると。これなんていうかっていうと、これ有限責任ではなく無限責任という言い方をします。無限責任何かっていうと、その事業に対するリスクはもう関わった人全員が無限定にリスクを負うと。で株式会社っていうのは一方で出資した範囲内でうまくいかなかったらその範囲内で終わると。例えば100万円投資してポシャりました、その船が沈没してしまいましたとなれば、その100万円を泣くだけでいいと。これ無限責任ではなくて有限責任という言い方をします。一方で無限責任というのは何かというと、100万出して船が沈没しました、ただそれにね例えば損害賠償とか人に迷惑かけたとか、まあ遺族に慰謝料を払うとか、もしそれが5000万1億となった場合に追加で払うことをこれ無限責任って言うんですね。なのでこの無限責任というのは株式会社制度の前提ではないので、有限責任というのがそのね出資の範囲内の責任だよというのが株式会社のルールに根底にありますから、2つ目の、この理由っていうのが、これは初めて有限責任が取られたっていうのが、オランダのね東インド会社が株式会社認定された2つ目の理由で、最後3つ目っていうのは、そのね株式って言ったら分かるんですけど、今だと電子化してるので皆さん目に見えないかもしれないんですけど、手離れを良くしたと。例えば継続企業前提としてますから、毎回のプロジェクトを全部山分けするのではなくて、例えばね利益をプールしたり、まあ、いろんな会社のやり方があると思うんですけど、た時に例えば100万円で買った株が会社の価値がね 2倍になりましたと、200万円になりましたと、じゃあ僕ねもう今抜けたいと、分配されないからね全部生産はしないからもう抜けたいってなれば、これ株式の売買譲渡っていうんですけど、それが自由に認められたと。この3つでね従前の、イギリスの東インド会社はそういうのをその3つが認められなかった、全部逆だったと。イギリスの東インド会社っていうのは、単発のプロジェクト1年限りのプロジェクトだったのが、オランダだと、継続企業前提としますと、事業はずっと、続いていきますと。で2つ目のポイントっていうのが、イギリスは無限責任、はい、出資額以上の責任を負わされるリスクがあったと。そこで今のね、オランダの株式会社っていうのは今の株式会社制度と同じで有限責任、自分の出資額が最大のリスクですよと、まあ、それで、まあ、出資をねさらに集めやすくしたというのが2つ目。でさらに3つ目が何かっていうと、イギリスはね単発なので、まあ、がゆえにと言いましょうか、権利の譲渡は認められなかったですね。だからそのリスクは自分で最後まで負わなきゃいけない。なんだけど、オランダのね株式会社っていうのは権利の譲渡は自由だと、株式の譲渡は自由だと。なので、まあ、手締まいしてもらってもいいし、そこでね利確してもらってもいいし、まあその最後まで利益の配当を受けるのもいい。こういったこの3つの、まあ、株式会社の根底にあるようなルールですねが初めて設計されたっていうのが、オランダの東インド会社、これ VOC と言われて、これ1602年、これが株式会社の世界史ですかね。はい、なのでまとめると、まあ、株式会社の世界史でいうと、まあ、1602年にですね中世のイタリアから、まあ、会計だったりそういったものが始まって、いわゆる、東方貿易ですね、東方貿易、まあ、アジアですね、アジアに、まあ、香辛料だったり食料を調達しに行かなければならざるを得なくなった時代背景がありますと。人口増と食料減で、それで貿易しようぜとなった時にオランダの商人が台頭してきましたと。で一方でイギリスもですね、まあ、そのライバルとして出てきはしたんだけど、それぞれね株式会社を作ってきましたと。でただイギリスの、まあ、株式会社というのは今の、現行の、ね、会社法だったりそういう商法だったりそういった現行のルールに乗っかったような株式会社ではなくて、まあ、ある意味単発のプロジェクトを募る投資みたいな感じの側面ですよね。一方でオランダで作られた VOC 東インド会社っていうのは有限責任だし継続企業を前提としてますし、最後ですね株式の譲渡が自由だったと、本当に今の、株式会社と何ら変わらない、制度設計だったということで、世界で初めての株式会社と言われております。はい。
で、次3つ目ですね、株式会社日本紙いきましょう。日本紙、これは本当に諸説あります。はい、諸説あります。まず結論だけお話しすると、日本で初めて株式会社が作られたのが1872年ですね。まあ、なんで今さっきヨーロッパで1602年と言いましたけど、まあ、そこから200年ぐらい、間が開いてますと。まあ、明治時代に、初めて株式会社が日本では作られました。それが1872年、第一国立銀行というのが、日本で初めての株式会社だと言われております。で、ここで諸説あると言ったのはですね、よく孫正義さんとかが日本で初めて作った会社っていうのは坂本龍馬さんの、亀山社中だというふうに言われたりはするんですけども、まあ、先ほどのオランダとイギリスの東インド会社の、比べ方とも似てるんですけども、今の現行法律上の、株式会社と言われるのが第一国立銀行と言われております。なので、まあ後で亀山社中の話もしますけど、諸説あるというのはそういったところですね。何をもって株式会社というのか、今のガチガチの現行法上のルールでも株式会社と言われるような株式会社なのか、いわゆるね、本当に出資を集めて有限責任で、その株主、会社の所有者として入ってもらうスタイル、これが神山社長だったりもするんですけど、そういうのも含めて話すのかによって結構ね、まあ、その切り口が違ったりしますので、まあ、今日は第一国立銀行が、一番最初の日本でいう株式会社の誕生だと思ってください。はい、でさらに第一国立銀行をもうちょっと話すとですね、これは今のみずほ銀行の前身です。みずほ銀行の前身で、ここに関わった人物がすごくね、これからの日本には関係がありまして、それが誰かと言いますと、渋沢栄一さんです。渋沢栄一さんと皆さん記憶に新しいかもしれないんですけど、次の日本の1万円紙幣の顔です。2024年ですかね、から日本の1万円札の株はこの渋沢栄一大先生に変わります。で、その方が、作ったと言われているのが第一国立銀行、今のみずほ銀行の前身と言われております。ただですね、厳密に言うとこれはちょっと難しい話をすると、ドイツの法律を基準に作ったのがこの第一国立銀行でして、実は今っていうのは日本で言うと会社法、旧商法なんですけど、これは実はアメリカですね、まあ、戦後アメリカの法律が、まあ、結構日本にね浸透はしているんですけど、その法律をもとに作られたというのは実は2つ目の、ルーツがあります。それは何かっていうと、1893年に設立された日本郵船です。これが現状の会社法、まあ、旧商法という言い方をしますけど、アメリカの、まあ、法律を根底に置いたような、まあ、思想で作られた会社の第1号と言われたら、この1893年の今でもあります日本郵船ですね。で、日本郵船もまたちょっといろいろ補足をしますと、日本郵船というと今でいう三菱財閥ですね。三菱財閥のもう母体、一番元の会社だと思っていいです。で、この設立に関わった方がまた興味深いです。それはつまり誰かというと、岩崎弥太郎さんです。岩崎弥太郎さん、さんって言ったらダメですよ、大先生です。はい、で、ここで面白いんですけど、このね、1893年が日本郵船、今の会社法の原型ですね、が商法なんですけども、商法の、ルールにのっとって作られたのが日本郵船で、その日本郵船に関わったのが岩崎弥太郎さんなんですけども、この岩崎弥太郎さんが、僕ね、日本史の冒頭で言った亀山社中、これは坂本龍馬さんが作った団体ですね。で、それが後にですね、海援隊と名前を変えて、今いる日本の貿易業になっているんですけど、その海援隊当時の経理担当者、まあ今でいう CFO ですね、経理部長が岩崎弥太郎さんだったんですね。なので、岩崎弥太郎さんは、まあすなわちですね、どの切り口からルーツだっていうところもあるんですけど、亀山社中っていうのは1865年ですかね、1865年にできてます。で、それがですね、海援隊に1867年頃かな、これも諸説あるんですけど、海援隊に名称を変更して、そこでのね、まあ番頭さんですね、まあ経理部長をやられたのが岩崎弥太郎さん。なので、本当の年号だけで見た時って1865年なんで、日本でいう一番原型と言われたら確かに亀山社中なんですね。ただ今のね、商法だったりドイツ法にものっとった第一国立銀行とは、まあ、ちょっとその一線を画すというか、まあ、ちょっとそもそも法制度が違うので厳密と違うよと言われてるんですけど、そう、そういうのも含めて一番最初に作られた亀山社中、その後身である海援隊の経理部長をやってたっていう意味では、本当に諸説あるのどこを取ってもね、いいと思うんですけど、その一番最初を取っても岩崎弥太郎さんというのは、その会見に絡んでますし、でね、オフィシャルに認められている1893年の日本郵船の創業者ですね、創業者っていう意味でも、岩崎弥太郎さんは関与してるっていう意味では、やっぱそういった会見に明るいというか、まあ、そこのね、まあ、すごい関係がある方なんだなと、まあ、今回ね、僕も調べてて、思いましたと。なので、株式会社の日本史っていう意味では、本当にね、孫正義さんとか他ね、あとはエンタメっぽく語られるところでは坂本龍馬さんを引き合いに出して、で、神山社中で、まあ、薩摩藩でね、海外貿易もしていったっていうのが当初のルーツだと言われております。ただ今の現行法上のルールにのっとってなかったので、今のところカウントはされてないんですけども、まあ、そこにね、岩崎弥太郎さんにも関与してましたと。で、今一応オフィシャルに認められているのが、1872年の第一国立銀行、はい、これは渋沢栄一さんが創設者で、現状の、まあ、今だと会社法っていうルールがあるんですけど、旧商法の法制度の下で作られたのが、1893年の、日本郵船ですね。日本郵船、これは、今言った岩崎弥太郎さんですね、三菱財閥のトップですねが
作られたというルーツで今来てますと。でここでね、まあ以上なんですけど、まあそういった意味では世界的に見て株式会社っていうのは1602年がスタートだとして、まあ400年ちょっとの歴史ですよね。でこと日本だけにおいては1872年なので、言っても150年ぐらいの歴史なんですよね。で今僕らがまあ生きてるってことで、言っても2、3代の間のまあこの制度で今僕らは生きてますから、そういった意味では何が言いたいかっていう、まあ今後令和で、ね、どんどんね技術革新だったり会計、今イファースとかいろいろ変わってますけど、そういった意味では今後100年200年でまた新しい制度が出てくるんじゃないかなと。でその未来の人たちから見たら、僕らがねなんかこの歴史的に何か語られるようなことがあっても面白いなと思って、僕今こういうふうに歴史を調べてみました。なので僕らは歴史を語るんだけど、僕ら語られる側っていうのもすごいなんか楽しみだなと思って、そうなるためにはね、まあ、せっかく生まれてきたんだからなぞるんじゃなくて、なんか新しいことして歴史で語られる側にはなってみたいなっていうのはちょっと調べてて思ったので、ぜひ皆さんもねやっぱり歴史を知るとなんでできたんだろうとか、そのさっき東インド会社の話も言いましたけど、確かに今まではね個人貿易をしてたと、家族経営をしてたと、ただ大きなね獲物を取りに行こうと思うと、やっぱりいろんなお金、いろんな人に関わってもらう、脳みそもそうですよって考えた時に、確かにできるよねと。でそうなれば次分配するっていうのはいいんだけど、逆にリスクですよね。リスクの部分で無限責任って言われちゃうとやっぱ怖いじゃないですか。100万円出したのに1億円請求されてめっちゃ怖いじゃないですか。なので有限責任ってできるよね、そらそうだとか、まあ、そういうルーツを知ると Y 趣旨が分かるっていう意味では、そうこれ勉強はかどると思いますんで、ぜひねこんな感じで会計に限らず歴史ですね、歴史っていうのはすごいね僕たちになんか学びを与えてくれるなと思います。はい、ぜひね何かあったらいろいろ僕にも教えてください、シェアしてね、逆に言うとこの題材取り上げてくださいとか、あったらね僕もこういうふうに調べてちゃんとアップデートしていきますんで、引き続きねそういったね質問もお待ちしております。はい、ということで本日はですね、会計が楽しくなる会計士シリーズの中の、はい、株式会社の誕生についてお話ししていきました。いかがだったでしょうか。はい、ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。以上になります。